はい、お疲れ様です。前回ツイキャスで録画しましたけれど、まあまあグダったのでもう一回やろうかなと思ったんですけれど、なんとさっき録画していたら容量が不足してエラーが起きるというトラブルに見舞われてしまい、なんともう私実はもう下地から、ファンデーションまでだいたい終わってしまいました。なんか前回リクエストで私は何の化粧品を使ってんのっていうのが気になるっていう方がいらっしゃったので、ちょっと紹介だけでもさせてもらおうかなと思います。また塗り方については説明します。こちら下地なんですけど RMK の、クリーミーポリッシュドベース N2 番です。こちらなんですけど、まあなんかおすすめされたのでそれにしました。で次コンシーラーキャンメイクのカラースティックになります。フェイスカラー06番ですね。で次が、RMK のファンデーションになります。まあここで大体喋ってた内容として言いましては、まあ下地の方なんですけどね、これ練り物系とかこういう練り物ね、練り物は温めちょっと人肌でちょっと温めてから塗るといい感じになります。だからおすすめです。そっちの方がいいです。でファンデーションはなるべくつけないのが最近の流行りみたいです。次は私これ人からもらったやつなんですけどね、シャネルのブレスト。あんまパクパクしない、もうこれもう絶対ですよ。あんまパクパクしても変わんないというか、あんまり肌に刺激を与えすぎないのが大事です。これは人にもらったんですけど、シャネルのユニベルセルリーブル20クレールっていう謎の名前ですけど、謎ですね。次、もうそろそろアイシャドウに入りますけれど、ケイトのコンストラスティングアイズ EX の2番、まだあんのかな知らんけど、でいきます。まあ初めに明るい色を足して、次はそんなに足さない、明るい色を全体的に足していく。あ、ちなみに眉毛はちょっと職業上必要なのでカットしていません。で次は肌色を入れると。でピンクをねこのクマっぽいところにねちょっと入れてあげるとねだいぶおとなしくなります。血色が良い風に見せるのがね特に大事なので、雰囲気です、雰囲気です。次、あ、さっきのを使ったのはケイトクラディカルアイズ APK12 でいきます。あ、了解です。次はこれもケイトグラディカルアイズ A ブラウンの1番ですね。でも今回のこの使い方はまあ茶色の入れ方ね、なんかもうまあ茶色はもう何なんですけど使い方ですね。でもなんかアイシャドウがよくできる人はいい感じになる。で最近分かったのは、垂れ目がちにすると垂れ目がちにするとちょっと若く見える印象は持たれますね。どうなる、まあ、その辺は好みの問題ですけど。で次、私は次はブラウンじゃなくて黒のアイラインを使います。
ペンシルですけど、ちょっと出てこないんですね。はい、こちら、株式会社エリザベス。あれですね、あの、なんか、何やったっけ、あれ、あれ、ほら、オスカルとか、マリー・アントワネットとかの、あの、イメージのやつですね。発色とかもそうですけど、使いやすさがあったので、これにしました。アイライン入れちゃいます。入れちゃいます。こんな感じ。次、ウォータープルーフリキッドアイライナーブラウン、なんかわからない、どっかわからんねえか、多分なんかマスアカ翼ちゃん的なやつだと思います。物は試しで買った記憶がすごい。こんな感じで、だいぶ皆さんの身覚えのある顔に近づいてきたのではないでしょうか。次、ケイト、なんだったっけな、これ、ケイトホワイトアイライナーペンシルです。気持ち入れるだけ。で、今思い出しましたけど、黒目の下に気持ち際に、アイシャドウを入れるとちょっと丸みのある目に近づきます。よし、では二重を作ります。二重なんですけど、私なんかアイテープとかエプチとかよう使えないので、こっちにします。勝手に眉毛剃りが動きました。何やったっけ、これなんかワンタッチなんとかライナー、すごいちょっとボロボロになってしまったんですけど、もう多分3本目とかになるリピート商品です。ではこれ簡単です。ここでカチッと押して塗るだけ。塗ってって感じですね。で、できるならなんかドライヤーとかあったら便利ですね。あ、こちらは1300円くらいで買えました。あ、お疲れ様です。ちょっと今ね、ツイキャスを利用してね、なんかこの化粧の模様を録画しているところです。で、今ちょっと頑張って目を開け続けているところです。で、最後に、ほぼ最後ですけど、まあ、つけまつげをして、ありますあります。もう、っていうか、
ドン・キホーテじゃなかった気がする。ナンバのドンホにはあった。ドンホって何つか略し方もすごいな。で次、カラコン入ってますね。という感じで、で仕上げをフォトビューエアで軽く混ぜながら完成です。で次はまああればですけど、ブラウンのマスカラ、これマジョリカマジョルカラッシュキングブラウンを入れて、目は完成です。で、まああとはまあ完成っていうほって言ったけど忘れてたけど、アイメンで修正して、最後に追加を足して、多分終わりです。よいしょ、な感じかな。全体的にこんな感じです。まあ化粧こんな感じです。僕が使っているのはこういう感じの道具ばっかりです。アイラインじゃなくてつけまの方はダイヤモンドラッシュで、でつけまのりはアイラッシュフィクサーエクストラ553ブラックタイプってやつを使ってます。以上です。こちらの模様もまた YouTube の方にも上げてますので、なんかこれがあれがとか気になる方いらっしゃいましたら、また YouTube の方見てやってくださいっていう感じで、以上でございます。ありがとうございました。ではではちょっと用事があるので行ってまいります。